私たちの罪のために身代わりに死んでくださいました。キリストは十字架の血によって全ての罪を取り消し、そして3日目によみがえりました。イエス・キリストは言われました。私は命です。神に至る道は私の他にありません。あなたの罪を作り主なる神に告白し、心の態度を改めてください。そうすればあなたは永遠の命を持ちます。あなたは新しい心をいただき、罪から清められ、滅びから救われます。聖書の言葉をお知らせします。よく聞いてください。天の神は人間に侮辱されるような方ではありません。神は人の罪を決して見過ごしません。自分の欲のままに生きるならあなたは滅びます。しかし神を恐れて生きるなら永遠の命をいただきます。時が来ればあなたは人の